みんな俺やで、あ違う違う違う、みんな俺だけやで。はい、ということで始まりました内村超合金でございますけれども、ちょっと今回はですね、皆様に、ご報告したいことがあります。私藤原原西ですけども、かれこれそうですね、もう10年ぐらいですか、ゴリラキャラとしてやってまいりましたが、ゴリラキャラを卒業することにしました。ゴリラキャラを卒業して私ゴリラになります。もう本当のゴリラになろうと思ってます。なので今回は専門家の方に本当のゴリラになるために何が必要かをちょっと聞いていきたいと思っております。それではよろしくお願いします。超合金、さあ、というわけでございまして、私はですねこれになります、これになりますということで、まあ見た目圧倒的に違うのはもう骨格です。もう骨格が明らかに違うので、こうなるためにはまずそのノウハウが全くないので、まあその筋肉のエキスパートの方にちょっと電話して聞いてみたいと思います。はい、もしもし。もしもし、はい、筋肉ですか。あれ何ですか、いきなり。いや実はですねちょっと相談がありまして。はいはい。ゴリラになろうと思ってるんですよ。え？ゴリラになる？そうです、力を貸してほしいね。まあ明らかにさ、俺の骨格とさゴリラの骨格って全然違うやんか。でもう限りなく本物に近づきたいから、ああいう骨格になりたいね。そのためには俺1年でなろうと思ってるから、ゴリラに1年で。うん、どういうトレーニングをしたらああなれるのかっていうのを教えてほしいのよ。そうですね、もうまずゴリラって握力とんでもないですね。握力とんでもないですね。パンチ力は1トンありますから。1トンです。ハーリーさん、ちなみに握力今どれぐらいでしょうか。40は前後ちゃうかな。普通ですもんね、今で。そうもうやっぱりでも腕立て伏せはもう必須ですよね。何回でも500回とか。1日500回でも待って、考えたらさ、プロレスラーの入門テストでさ、腕立て500回ぐらいやるんで、あの人はだってゴリラになってないよ。ちゃんと考えてくれよ、おい。それお前プロレスラーにしかならへんやんけ。ちゃんと考えてくれよ、ゴリラになりたいの俺。概念を取っ払ってくれ。俺プロレスラーになりたいちゃうねん。ボディービルになりたいちゃうねん。ゴリラになりたいの俺。そうですよね。そうか、プロレスラーとかそういう概念じゃないんです。違う違う違う。もう本当に。起きてもパッと目開いたらすぐ腹筋を始めます。はい、それを1万回ぐらい。1万回はい、起きたらすぐ1万回ね。起きたらすぐ1万回。そしてそのままベランダに行ってください。ベランダに、ベランダに行く。はい、はい、そしてベランダにぶら下がります。ベランダにぶら下がる。それを3時間。でもすぐベランダから這い上がって、3時間ぶら下がったら這い上がって部屋に戻ります。うん、そこからもう一回ベランダに行きましょう。ちょっと待って、なんで一回帰ってくるの。ベランダもう一回行きましょう。ほんではい、ぶら下がります。またぶら下がるよ。で、何時間ぶら下がるの。1時間。4時間ぶら下がったらええやん。4時間ぶら下がったらええやん、最初から。なんで一回帰ってくるのよ。アラリさん、トレーニングだけじゃダメですよ。うわ、来た、ありがとうございます。お願いします、何が必要ですか。食事が大切になります。なるほど。もうとにかく冷蔵庫の前に行ってあるもん全部食べてください。いや2日目なくなるやん。ハレさん、概念は取り払ってください。わかりました。っていうのはカロリーをとにかく取らないといけないので、食料はとにかく取ります。筋肉にならないもんね。そうなんです。はい、で基本的にやっぱり移動というか、うん、あの動きであの体ができてるので、移動中普通に歩くときはやっぱ中腰ね。基本的にはあれで生活になります。はいはい、わかりました。タクシーとか乗れないんですね。タクシーとかは乗らずに押した方がいいですね。ん？押した方がいいです。押した方がいい、乗らずにタクシーを押して現場まで移動するってことね。はい、わかりました。はい、やります。それで慣れますか。どれだけ続けるかにもよりますけど、はい、近づくのは近づくとは思いますけど。なるほど、わかりました。じゃあ1年か2年後あなたの近くにゴリラが現れたら、それは腹にしたよって。顔も変わってしまうんです。全部変えますから。仕上がり見せに行くんで、筋肉に。あ、わかりました。はい、ということなんで、ちょっと頑張ってやりますので。はい、
はい、またあの分からなかったら聞くかもしれませんけど、とりあえず頑張りますんで、はい、筋肉ありがとう、はい、お疲れ様です、はい、ということで朝起きてすぐ1万回腹筋をする、そしてベランダに行って3時間ぶら下がる、一旦帰ってくる、すぐ行くで1時間もう一回ぶら下がる、毎回それごとに帰ってきたら冷蔵庫あもう全部食べる、そこから仕事に行くならばタクシーを呼んでそれを押して現場まで行くこれを、フィジカルモンではこれをやっていきたいと思います。さあ、まだ他にもあるね、見てください、この体毛全然ですわ、幅広ですわ、これこうしないとダメなんで、こうするためにちょっとまた専門家の方にねちょっと電話して聞いてみたいと思います。超合金ちょっとシュンシュンクリニック P、 フルネームであんまり言わないですよね、シュンピーと言われている、まああのね、医療っていうか医者の経験が、まあ今もやってんのかな分かりませんけども、あるのでちょっと聞いてみたいと思います、電話をして。もしもし、もしもし、シュンシュンクリニック P ですか。あ、はい、お疲れ様です、シュンシュンクリニック P です。おいおいおい、あなたは本当にシュンシュンクリニック P なのかい。え、筋肉の差ですか。そうや、ごめんごめん、あのな、実は俺ゴリラになりたくて。ゴリラになりたい。ええ、なのでもう食生活も全部変えていくつもりなので、ゴリラってバナナ、はい、もしくは葉っぱしか食べないんですけど、大丈夫俺それ一生その生活しててバナナと葉っぱだけでっていう、なんか問題ある。バナナが、うん、ほとんどタンパク質が含まれてないくて、うん、人間のその生きていく上でタンパク質がないと正常にこう生きることができないので、うん、体のいろんな機能っていうのが多分正常に働かなくなっちゃう。それは人としてやろ。違うね、ゴリラだって生きてるやん。あ、なるほど。ゴリラはバナナと葉っぱだけで生きてるやんか。そうです。だからその人としての心配はもうええよ俺ゴリラとしてもうバナナと葉っぱだけでやっていくから、何かあった時に面倒見て。わかりました一応葉っぱの場合その消化不良とかを起こしちゃうと思うんで、その下痢とかは多くなっちゃうのかなとは思うんですけどはい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 、でもゴリラ大丈夫やんか、それお前人として見てるやんか何回も見て俺ゴリラになるから。そうか、そうですね。だからP 的にはゴリラが大丈夫だったらもう花井さん大丈夫ですよって言ってほしいのよ。なるほど、まあそうですね、ゴリラになるのであれば大丈夫です。よし OK、 ありがとうございますあとね、はい、どう考えてももう全身毛に覆われてるじゃないですか。はい、だから多分努力してもこうはなれないので、はいはい、もう早道としてはもう植毛しかないと思うんですよ。全身を植毛するのに、はい、おいくらぐらいかかるもんなのかという。そうですね、僕AGA 薄毛のクリニックにも勤務したことがあって。おー来た。通常飲み薬とかの薄毛のクリニックだと、うん、まあ、月に数万ぐらいかかって、うん、まあ、髪の毛を生やしましょうって感じなんですけど、はい、それでも、まあ、なかなか難しい人とかは植毛でこう自分の毛を、まあ、移動させたりするのがあって、うんうんうん、で、待って待って、ということは今 P が考えてるのは一旦俺は頭で毛をいっぱい増やしてそれを手とか足とかに移植するってこと。そうですね、自分の頭の毛を増やしてそれを体に移植しましょう。俺今ちょっと一応ちょっとやってんねんけど、このおすすめやへんけど大丈夫かなそれか、まあ、自分の毛なのか本当にもう、まあ、誰かに興味。あ、そうかそうか、それも手があるか、職も、うん、じゃあ誰かの毛を刈り取って全身に移植する、植え直すってするといくらぐらいかかるかな。大体生え際から上部、うんうん、薄毛になるようなところで植毛すると、うん、多分それが300万ぐらいなんですよね。頭だけで。はい、やば、結構高いと思います。2、300万ぐらいで全身ってなるといくらぐらい、おおよそでいいわ。手のひらが大体体表面積の 1% なんで。あ、そうなんや。ちょうど 2% だとすると、うん、その300万かける 50% 50になるんで、うん、1億5000万ですね1億5000万よし、わかった、準備ありがとう。あ、わかりました、はい。じゃあもしほんまにゴリラになった暁には店に行くんで。
病気になったりとか明日も店に行くんでね、見てよ。あ、でも僕、いや、獣医じゃないんで、僕ほんまや、ほんまや、ゴリラやったらもう獣医になんねや。まあでも頑張ってゴリラになるんで、はい、うん、その時はまた見に来て。はい、うん、ありがとう、参考になったわ、お疲れ。1億円って言ってましたよね。1億5000万って言ってました、ね、1億5000万、はい、職務だけで1億5000万をまずちょっと4で割ってください。何を出してるかと言いますと、私が平均月4万円の小遣いやってるんでそれをね、4で割ると3750、これを12で割ったらいいんか。312.5 計算が出ました。僕が平均もらってるお小遣いが4万円。それで1億5000万をペイしようとすると312年後です。で、僕今52歳なので364.5 歳の時に僕はお金を払い終えてすっきりしたゴリラになれるという計算が出ました。どうやら私は無理ですね。もう 364.5 歳までは生きていないので。はい、という結果になりました。もっと短くアプローチできることがあれば頑張ってゴリラになると思ってますけども、今回の検証では無理ということが分かりました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。